はい、こんばんは、アキラです。アデルがですね、レベル110までですね、上げまして、潜在覚醒も2段階まで終わりました。で、能力解放までも終わっています。で、ちょっとね、まあ適当にスキルの方もちょっと習得させたんで、スキルコストも90まで上げてるんですけども、ちょっと試しに、キノコ狩りでもちょっと行ってみようと思います。スキル一覧とかね、装備とかはね、また後ほど言いますけれども、アークはマジンエルドラバーナを連れて行きます。では、行きます。まあ、とりあえずですね、まあ、いろいろやってますけれども、ほんとカンストが高いんで、どうやったらその一番上まで行くかっていうのはね、結構モリモリつまんとあかん気はしますね。で、またそれが本当に簡単に出るっていうか、条件が全くほとんどないんで、そこがやっぱすごいなと思いますね。じゃあ行きましょう。普通に、通常攻撃になりますね。パブラモリ相手に。はい。はい。今見ました。これ通常攻撃でしたね。5万4000とか出てましたね。クリティカルで。はい。あ。で、ね、パブラモリアのこの攻撃、いつもの攻撃なんですけどもね。引くぐらい全然効かへんのですよね。びっくりした。で、今、特技使いました。特技、トラストエッジを使いまして、はい。で、今、7万とか出てましたね。で、ちょっとエリクサー使っていきます。エリクサーを使うと、532です。ストップはね。はい。特技さんを使いました。8万3590出てましたね。これ多分今僕の一番上だと思う。今ね。んで、こっち来ましたね。で、まだ通常攻撃で流れますけども。はい。ね。今これ通常攻撃ですよ。見ました。6万とかも出てない？ね。こんなことしていいんですか？トラストエッジ、トラストエッジ、トラストエッジ。はい。でも沈黙したやろ。で、今、僕一番驚いたがね、この特技のグラングライド。グランライドがね、これが、これ今、この画面だからあれだけど、結構飛んでくれるんですよ。結構遠くてもね、すぐ飛んでくれるんで、これは結構便利だなと思いました。ではね、いつもの4体出てくるところなんですけど、これね、いつもやったらね、4体集めて、ね、一気にやったりしますけれども、これも全然個別でも全然いいですから。8万とか出てるでしょ。ね。いや、おかしいでしょ。このパブラボリアの倒れ方が、普通の雑魚と変わらん速度でパブラボリアが消えていきますんで、これは驚きましたね、これ。6万、8万が、ね。まあ、相手がね、パブラボリアだからっていうのもあるんですけれども。で、プラス、貴族性魔法を食らっても浮かないからね。ね、この人ね。で、ちょっと、マジンエルドラマを使わんでいいか。まず、使うとまだややこしいからね。超必殺がね、打てるような感じでもないからね。はい、73,910。ね。これ、通常攻撃ですかね。効くよね、これね。ほんま。ちょっとエリクサー使おう。で、グランドクロス来ました。ちょうどですね、グランドクロス来ましたけども、はい。普通やったら浮かされますよね。はい。グランドクロス完全に無視して倒してしまいます。ね、普通に言うたら8万とかが、今多分これがカンストで出せれてる、最大値だと思うんですけども、全然いつでも出せちゃう。ね。特にこれ条件とか、あと今ね、別に専用装備とかね、はつけてないですよ。豪邸の指輪はね、多分つけてたと思うけども、そんなもんなんですよ。これで、この何ですか、通常攻撃でポコポコ殴ってるだけで、ね、このダメージ出してしまう。で、今僕はだから、ホーリーエンチャント外してますよ。ね、光属性じゃなくて炎属性型の今はアデルにしているからなんですけども、で、これちょっとね、今のね、だから、炎属性の弱点のやつのとこ行ったから、こんなんだろうと思うと思うんで、雑魚敵がいっぱい出てくるところちょっと行ってみましょう。ね、いつものところ古代兵器老眼。ここにちょっと行ってみます。で、ここのやつらはね、みんな雷属性は弱点なんだけども、炎属性とか弱点じゃなかったと思うんで、それでまあどれぐらい出るのかってね、ちょっと見てもらえたらいいかなと。まあでもなかなかの衝撃ですからね。はい。ね、炎属性はプラス50ありますね、こいつらね。では、トラストエッジ、ちょうどいいですね。この距離でトラストエッジを真ん中のやつに向かっていきます。はい。上2段、ね、上下1段ずつも巻き込んでノックバックさせてますね。
で、一応全員にダメージは入っている。で、通常攻撃はそんなに出てないね。14000。クリティカルでも14000とかぐらいですね。トラストエッジ。トラストエッジでも3万ぐらいか。まあ、この辺はでも仕方ないけれども。まあでも十分というか。いや、そうか、あとあれだね。ブレイザー食らってますね。あの、ストレングスがダウン食らってるっていうのもあるかな。まあ、それでも全然削れてるけどね。ほら、ほらほら。3万1000とかいましたね。なので、まあだから、耐性50で半分ぐらい下げられてるとはいえって感じですね。グランライド、ほら。結構飛んでくれるでしょ、グランライド。この距離飛んでくれるやつは、あの、結構使いよいところあるんちゃうとも思いましたね。あかんな。魔法は唱えさせてくれませんね。で、グランライド今止められましたね。思いっきりグランライド止められたけど。トラストエッジは隙が少ないな。あーっと、気絶無した。ちなみに専用鎧、気絶無効ついてましたね。いやー、今回のアデルの専用装備、なかなかいいですよ。グランライドからトラスト、で、グランライドからとトラストエッジとか全部つながりやすいですよね。で、ブレイブストライクは完全に近接なんで、これは、あ、で、今も止められちゃいましたね。ここのね、敵はね、結構それがあるんで、遠距離からの攻撃で結構削られてしまうところはあるけれども、それでもね、うん、39,880。これだから、耐性があってもこんだけ出せるんやったら全然いいよなと思う。いやー、こんだけ削れたら十分だと思う、ほんま。ほらほら、海賊の盾とか積んでくればよかったな。の方が分かりやすかったな。あ、でもエーテルドライバーが溜まりそうだ。いいね。次ぐらいで使ってみようか、エーテルドライバー。あー、ピヨった。ほらほら、ほらほらほら。あ、溜まったね。溜まっちゃったけど、今ここで使うのもちょっともったいないんで。グランライド止められるなー、でも。ほら。ね、十分削れるよね。パブラボリアリも硬い。こいつら。まあね、耐性が違うからってのがあるけど。では、エーテルドライバー行きましょう。エーテルドライバー。あ、広範囲なんでね。一応これ全員だから当ててくれてますね。全員には。やっぱ耐性あるから、でも出てるね。十分すぎるぐらい出てない。で、ここちょっと真ん中の人にグランライド、特技に行ってみます、ここからね。で、もう飛び込んでくれるんですよね。これ、特技にでこんだけ飛び込んでくれたら、ね、結構使いよいんじゃないと思いましたね。ほらほら。やっぱ超一冊も結構倍率高くなってますね。だって耐性50の相手に、あんだけ出てましたから、十分かと。もう一回行きましょう。じゃあ真ん中のグランライド。で、飛び込んでくれて、しかも全員巻き込んで跳ね上げさせて、後ろに押し込みましたね。これも結構使いよいかもしれん。もしかしたら。ね、まあ、特技1がまあ一番使いよいかなと思ってるところはあるけど、今ボコボコされたね。ボコボコ食らったね、今。ほら。今、特技もキャンセル食らったけども、でも大丈夫。そう、あの、だからダメージも全然減るよね。受け流し全然発動してくれるし、めちゃんこ強いよね、ほんま。これで、おね、まあ、通常攻撃でも1万9000、2万とか。めちゃくちゃ火力出てるでしょ。これだから、この属性耐性50の相手だからね。で、これでやったら十分やろうと。ちょっと一番、じゃあ手前のやつに対してブレイブストライクを打っていきます。ブレイブストライクはやっぱり一定距離が必要。あ、もう、ピヨッタ。ほら、ほら、ほら。あ、今、8万出てたな、今。ね。なぜか、あ、多分あれでしょうね。この属性耐性が低いやつがいたんだろうね。だから8万3000とか出てましたね、今ね。さあ、もう一回グランライドが止まってくれた。クイックトリガーで止まってくれるかな。いろいろ試せますね。ね、あの開幕位置からあっこまで特技にで飛んでくれるとは全然思ってなかったんで、この辺は結構予想外のあれでしたね。おらおらおら、ね、
全然削れる、全然削れる。通常攻撃でも、これ、ね、こんだけ出てくれたら、女神の傷使ってですね、まあいろいろできるし、ってなってくると、うん、やっぱ攻撃アップとか積む方がいい気もしてきますね。ほら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 。ね、こんだけ通常攻撃で削れて、ね、MP も300とか回復していってくれるんで、十分だろう、これは。おい。ね、ここだから結構僕いつもですね、まあ試し切りとか、ね、動画で撮るとことかあるんだけど、それでこいつら結構硬いんですよね。だからこそまあ、いい練習になるというとこはあるんだけども、ね、ステージも長いし。にしてもこんだけ、この属性耐性あるやつでも、ダメージが入ってくれるんやったら、良きかなと。じゃあこれちょっと真ん中のやつに向けて、エーテルドライバー打つと、後半やけど、どこまで行くかな。4体いましたからね。4体ともにダメージが入るか。あ、3体だな、多分これ。今、うん、ほら、右斜め後ろのやつ、ね、上段のやつには当たってないし、こいつに当たってる。だから、ここまでだね。この範囲まで。今ね、丸入れてますけども。範囲までが対象のようですね。この範囲ね。なので、使い時っていうのはちょっと考えた方がいいかもしれない。もっと普通に固まったところでやった方がいいかもしれない。じゃあ引き続き、ブレイブして。で、ここのボスもめんどくさいんだ。エリクサ使いたい。もう、それから。ほら。使わせてくんないよね。あ、もういい。もういい。もういい。ここからピヨってる。これなかなかこの人だったらほんま死なん気がするで、これ。ほら。硬い硬い。硬い硬い。浮かされる浮かされる。一応だからね、炎属性系のハイドラとか、アタックレイズぐらいは習得させて積んではいるんで、まあ、だからこそってところもあるけれども、ね、攻撃させろや。攻撃させろや。ほら、ほらほら、ほら。ね、十分ですよね、こんだけね、耐性あるやつに対してこんだけ出てくれたら。で、これがだから、今は炎属性の攻撃とか、あと、貴族性の攻撃に対してやったら、これ全然耐性あるんで、ヒルム耐性がね。だからこそさっきのパブラボリアンの時とかは、ずっと殴れますからね。あれぐらいできるんやったら、ほんま全然いいよね。ほら。これが、だからまあ、多分これから今いろいろ多分動画多分作ると思うけど、ね、光属性の、こう、ホーリーエンチャント込みでやってる時はどうなるのか。ね、光と闇で、まあ、基本的にはだ属性が変わったところに対して、ね、伸びるというだけだと思いますけども、あと何気に特技はちょっと重い気がするな。ほらほらほら、あ、でも十分十分。今4万とかも出てたのね、クリティカルで。これが誰に対しても出せるかっていうところの、あー、うー通常攻撃で、ね、こんぐらい出てたらいいかなという感じですね、ほんま。だから総じて、やっぱり、全然今までの常識っていうとあれやけども、その耐性があるなしで、ダメージがそんなに、だから伸びるときだから、その8番までが、ね、出ますけれども、たとえ耐性がある敵に対してでも十分すぎる、ダメージを与えることができるっていう点は、まあ、それこそ、まあ、バージェルとかね、剣聖ベーラーのみたいにマルチのどこでもいけるっていうわけではないけれども、まあ、普通にでもやっぱマルチとかでは全然活躍しそうな感じはしますね。どこでも多分戦える。アウラとかだったらちょっとしんどいか、氷属性耐性がマイナス20だから、ってところは問題はあるけれども、それでも多分だいぶ戦えるユニットなんじゃないかなと思います。まあ、てな感じで、とりあえずですね、使用感速報という感じで、レベル110突入まで、能力解放完了した時点での、アデルでした。で、まあ、スキルセットの方ですね、もう今一覧横に出してますけども、こんな感じでしてました。本当は結構ね、限定系とかも入れてますんで、育成テンプレという感じでは全然ないんですけれども、こんな感じでしたら、まあ、かなりカンストは
出せれましたんで、よかったら参考にしてください。装備がこちらですね。日の角槌とゴッドホールド、イグニードと、豪邸のビアとつけてましたと。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。